ゆっぴごきげんよう、あのながねです。お久しぶりです。すいません久しぶりで本当に久しぶりで、あっという間に2021年が終わろうとしております。何の前触れもなく今年最後の YouTube となりました。本日の企画はですね、なんとあ、この人もいます。弟です。久しぶりのリオダガネでございます。みんなに挨拶して。こんにちは、リオダガネです。はい、よろしく。何をするかと言いますと、じゃじゃーん、1万円のディズニーストアの福袋を買いました。開封動画でございます。開けていこうと思います。てかさ、私ショップディズニーでね、初めて買い物したかも。なんかこんなにさ、可愛い段ボールで来るなんて知らなかった。開けていこう。待って、それではレッツゴー言うの忘れた。それでは開けて食べて思います。それではレッツゴー。わっ、すごい、待って、これどうしたらいいの。入れる、ちょっと待って。そうだよね、一旦バッグに入れてお願い。ダンボールに袋と商品がそのまんま平たく置いてあったんだけど、ちょっと見ちゃった。よだから言えば、これ入れてもらってる間に、この福袋についての説明をしようか。ショップディズニー限定の1万円のラッキーバッグで、福袋価格約3倍相当のものが入っているらしいでございます。入れた？全部入れました。お、ありがとうございます。ではやっていきましょうか。まずチップかデールかの2種類のうち1点のどっちかをからやろう。ではそれでは始めていきましょう。まず1点目、チップかデールのぬいぐるみ。チップです。おめでとう。え、めっちゃお顔よくない？お顔いい、お顔超めっちゃいいじゃん。かわいい、かわいいね。ミッキーかミニーのマグカップはさ、どちらかな。去年ミニーちゃんだったからミッキーがいいかも。テン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 、どっちが柄かわからないけど、ミッキーだ。え、かわいい、かわいくない。これミッキーの後ろ姿と前型、後ろの背面。続きまして、オフ券、お年玉風小袋に入っております。さあ 20% が当たれば2020年もきっと素敵な一年になりますと、こと間違いなし 10% でした。一旦この運試し系は終わりだね。でーん、去年もラッキーバッグ買ったんですけど、3000円の方を一番福袋の中で使ったのこの袋だからね。この袋マジでいっちゃんね、使えるの。今年もめっちゃ可愛い、ミッキーイエーイ、いろんな顔わーいって感じで。黒目がちのミッキーですね、今年は。こっちはミッキーとミニーちゃんで、こっちはミニーちゃん単体でございます。じゃあ開けていくね。あ、大きめのから。じゃあ何これ、え、可愛いじゃん。ワゾースキー先生のペンケースでございます。いいね。次5点目、ビーン、あ、寿司、かわいい。あ、これ出るんだよ。これあなたにあげるわ。やったー。次、じゃーん、え、なにこれ、なにこれ。ヌイモーズ、マリちゃんのヌイモーズだ。てかヌイモーズ入れてくれるのすごいね。次、ピーン、なにこれ。あ、ミニポーチ、このミニポーチめちゃくちゃいいね。私さ、ヴィランズのやつ普通に持っててめちゃくちゃ便利。なんかすっごいカバンの中にかさばるリップとか薬とかめちゃくちゃ持ち歩きやすくて、私は結構これ使ってるんですけど、この1個しか持ってなかったから割と嬉しいかも。クリア、なんかなっぽくない。続きまして、ディーン、え、ボールペンノートセット、スティッチのもので、え、可愛くないこれ。バナナいいね、めちゃくちゃバナナなんだけど。次、ティーン、ヌイモの服だ。マリーちゃんこれ着れる？あ、待って、これ黒色だじゃん。かわいい、嬉しいかも。次、ピヨピヨ、ね、なんかグーフィーに使ってない？これアーチュー言うてます。アーチューマスクケースです。花粉症シリーズのいいじゃん。今の50歳順序よく行く、順序よく行くとなんかあるみたい。あ、どうぞ。ベンベン、いきます。パン、え、すごい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 、こんなにくれるの。マスク、あの白黒のミニーちゃんとピクサーの青とミッキーと、それからカラーのミニーちゃんですね。 L サイズだから私でもいける、使えるよねこれ。これ大人用だよね。うん、私顔でかいからちょっと心配だった。次、ソーシャルディスタンスつながりで、コロナ禍つながりでおすすめがこちらだそうです。何これ、あ、待って待って、事故事故。これまずちょっと待って、ブラックウィドウのステッカー。
タッチレスキーチェーン私気になってたんだけどさ、ちょっと買うにはなって思ってた。なんかさ、こうドアノブとかさ、おエレベーターエレベーターのさ、あのボディンをさピンピンってやるやつ、いやめっちゃやりたかった。これ嬉しい。次ティーン、あ、なにこれ、シークレットミニコインバンク。何が出るかわからん系のコインバンクってことは貯金箱ってこと？ねえ、開けてみようか。あ、結構大きめ。じゃーん、あ、ミッキ ー使う？じゃあ使おうか。うん、使えよ。次、はい、レディトロのカードスタンドだ。え、豪華すぎない？カードスタンドです。めっちゃ可愛い、キンキラ。次、最後ですね、あ、一旦このね、カバンの中で最後ね。でー、え、コッピクだ。熱いね。熱いね。2つに分けてもらった、これは、この中はおしまいです。3つ大きいのがあと入ってるらしい。じゃあ、あの順番考えて出してみて。次、ズーン、あ、重いよ。え、なにこれ、ファイルボード。あ、ここビリってやるんだ。あー、チンクがここについてる。なにこれ、ファイルボードってどうやって使うの？これ、こうやって立てて一覧形式で勉強できるパーテーションにもなるってこと。あー、これは高校生の時にあったら激アツ案件でしたわ。なるほどね。ここに文房具とかいろいろ入れて、すごいね。じゃあこれですね。次、ぬいぐるみ。デイジーだ。おぬいぐるみじゃないですか。これ私のお友達がデイジーめちゃくちゃ好きな子がいるから、その子にプレゼントしよう。じゃあ最後ですね。待って、あなた最後何にしたの？私が喜ぶものをきっと分かっているはずね。あ、なんだろう、カバンかな。いきまーす、せーの、パーン。え、めっちゃ買おうと思って買わなきゃったやつじゃん。バックパックだ。しかもジャンパーだ。嬉しい、かっこいい。ね、見て、見た、ね、よく見てよ。よく見て、スネークアイス、スネークアイス。あなた順番よくやったよ。というわけで全部で、ね、これだけ入って、これだけの合計金額がなんと1万円で買えたということになります。お得だね。お得だね。そうよ、だってこのさ、ジャンパーのさ、リュックがさ、え、待って、これめっちゃ嬉しい。これが6160円で、デイジーちゃんがさっきの3850円とか、もうこれところだけで実質いつもならレジを通しておしまいのものが、他にもいっぱいこんだけ。あー、福袋って本当に素敵。というわけでですね、1万円分のショップディズニーの福袋の開封動画でした。今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画までお楽しみに。来年も素敵な一年になりますように。良いお年を。